レック法人税法、ここで差をつけろ。2018年税理士試験、厳選論点の2回目です。で、もしこれが出たら、試験員、認定は、国税庁の印象は良くなるような、回答が作れるように。で、本試験ので出題されたものの中からですね、これまでの学習の中でちょっと常識的にやってたもので、国税庁の求めるものが違うんじゃないのというところを集めた、論点シリーズで、全5回で、今回は2回目になりますね。で、こういう論点結構あるんですけど、厳選でここを選ばせていただいた2回目で、出たら差をつけてほしいし、合否を分ける論点になるし、何よりも皆さんの感性の方を鍛えられるという形のものでお話の方をちょっとしていきたいと思ってはいますね。で、今回は圧縮積立金という論点でちょっとお話をさせていただきたいんですけれども、今までこう圧縮があると、まあ圧縮の計算をしていく。で、その次に圧縮の計算が終わったら、例えば減価償却資産にこう行って、減価償却の計算をしながらという形なんですけれども、割と圧縮の計算でをやるとき、ちょっとイメージしてほしいんですけど、圧縮の計算っていうのは税法の規定ですよね。税法の規定で圧縮の計算の明細を作って、その金額を会計に入れ込むわけですよね。で、圧縮積立金っていう形なんですけれども、今税法の論点って言いました。だから正確に言うと、会計基準にはないんですよね。まあ圧縮といっても、国庫補助金とか交換、要は法人税法の圧縮基調と言われているものは、会計基準にあるんですけれども、租税特別措置法の圧縮っていうのはもう税法上の要請で作った、収用とか買い替え、皆さんがちょっとイメージ欲しいんですけど、となったならば、やっぱ直接減額っていうものが大手では実際やりづらいっていうのがあるんですね。圧縮基調っていう、それを圧縮していいっていうのが、会計のもともとの考え方ではないんで。だけど、まあ、すみません、最近、まあ、本音言っちゃうと、結構税法の圧縮っていうものが、日の出を見た、もう本当に普通の手法として認められてきたんで、買い替えとか収用も直接減額が大手の会社でもできるようにはこう実はなってはいるんですけれども、だから税法はそれ分かってたんで、積立金方式というものを用意したんですね。で、圧縮の限度額を出た。圧縮の限度額が出たらどうするのって、繰越利益剰余金、圧縮積立金って形をやれば、その金額を別表で減算ができるよと。で、まあ課税の繰り延べなんでしょうけどね。っていうことができるっていうのが圧縮の基調の論点なわけなんですけれども、で、圧縮基調の話なんですが、課税の繰り延べだってことをしっかり理解してほしいんですよ。じゃあ減算しました。で、これはいつ加算していくんでしょうと。っていう形を、今回、本試験で出されて、やっぱりカリキュラム的にはあまりやっていないものっていうものをお話ししていきたい。だけど、一回先にイメージをちょっとお話しさせていただくと、建物ですけどね。建物について、まず圧縮を行えた、まあ、買い替えで圧縮を行えましたよ。言ったら、圧縮の明細を作り上げていきますよと。で、次、圧縮の明細を作り上げたら、もう会計と税行ったり来たりですよね。実際実務上っていうのは、会計が全部終わってからこう作り上げるんじゃなくて、やっぱり会計と税をこう行ったり来たりしながらっていうイメージもぜひ持ってほしいんですね。で、圧縮積立金の計算ができた。で、それを繰越利益、圧縮積立金っていう形で仕分けを追加する。ここの段階で圧縮超過とか出るようにやるって言ったら、これは結構変な人なんです、実は。でも学校は練習のために、圧縮超過とか、これ実はやってはいるんですけど、これ何も調整がないって言ったら、調整ないってことが作られてしまうんで、学校側は圧縮超過とかこう作る問題を作らざるを得ないんですけど、これは実務から見れば本当は非常識なんだよということも、やっぱしっかり
イメージは持つようにしてほしい内容です。で、続いてなんですけれども、建物が首都価格が、すみません、まあ、量でいうとこのぐらいとします。で、税務上は金額を落とします。圧縮積立金を計上した分は引いて、この金額で減価償却を計算する。で、積立金、すみません、 の場合は会計上取得額が残ってますから、会計はこのままの金額で減価償却を計算する。税務上はここで計算するとなった時に、減価償却費が会計と税務では違いますよね。税務上の償却限度額の方が小さくなりますよねっていう、やはり、今回ですね、会社が、建物圧縮額の経理方法として積立方式を採用しており、かつ建物減価償却費の計算について定額を採用していることを前提として必要な申告調整がある場合、その内容を示しなさいと。で、問題では会社が計上した償却費が計上されていない。これは、まあ、実際は問題上はですね、中古の固定資産ということも見積もっていただいて、適正に減価償却費はやってきますよと。で、計算していく形になりますね。で、会計の部分、そうですね、ちょっと私玉なんで、圧縮限度額が1億600万、いや結構な数字が出ますね。この金額、やっぱ売却益をやっぱある程度抑え込むことができた。で、会計上の減価償却費、これはちゃんと積立金を会計上は引かれてないんで、だけど税務上は引かれてるんで、限度が出て償却超過が出ちゃうよと。で、償却超過が出てるという形でちょっと意識してほしいんですけれども、償却超過が出て、これで課税の取り戻し、プチ借りかかすいませんプチ課税の取り戻しが行われている。そうですよね、圧縮積立金やったけど、減価償却超過額がこう計算されていけば、この分加算が毎年起こってくよと。で、ここで課税の取り戻しが、プチ課税の取り戻しが行われたって言った時に、実際はですね、圧縮積立金認定数を立てていただいて、減価償却超過額の調整をこうしていく形なんですけれども、会計基準によればって形になれば、圧縮限度額があって、で、会計上の適正な償却限度額があって、税務上の償却限度額があって、減価償却超過額があったら、会計基準によればこの減価償却超過額分を取り崩すという形になります。で、これ減価償却超過額で加算、課税取り戻しプチ行われている。だけど本来である圧縮積立金の取り崩しを行うことによって、課税の取り戻しがちゃんとこの分行われているという形の別表調整を見ていきますね。圧縮積立金認定数を立てて減価償却調、これは今までのまま学校でやってる、常識ですね。でも国税庁は圧縮積立金も取り崩しなさい、で、減価償却超過額の任用もやってくださいと、これの話なんですけれども、減価償却超過額任用は、皆さんは今まで特別償却の、すいません、減価償却超過額任用は償却不足があったら任用ができると。だけどもう一つ、実は積立金を取り崩したならば、圧縮積立金取り崩したなら、その分も減価償却超過額任用ができる。減価償却超過額任用は実は2つの方法があるんですよ。今ここに会計基準によればって書いてあるんですけれども、別表16の1、別表16の2、税務の明細も積立金を基準にこう取り崩しながら、その取り崩しを行って、いや、簡単に言います、減価償却超過額分を取り崩したなら、それはもう任用が、減価償却超過額任用ができるよと。まあ、こう見ていただいて、減価償却超過額部分と減価償却超過額任用、もう積立金を取り崩したなら、もうここで課税の取り戻しが行われてるんで、この2つは相殺していいよと。
いう考え方なんですね。適正な基幹損益を損益計算っていう目で見ても、会計基準によれば圧縮を積立金で処理をしたならば、その減価償却超過額が絶対に生まれるんです。減価償却超過額ってこれ適当な数字じゃないですよね。会計がちゃんとやりました。税務上は金額が少ないんです。でその金額を積立金をちゃんと取り崩しましょうと。で積立金を取り崩すことによって、その金額はちゃんと加算はされていきますよと。だけど減価償却超過額生まれた分は、この取り崩した分に対応する超過があるなら、その金額は任用していいですよというのも、会計基準に当然合わせて別表16も作られてるんだという形ですね。で5の1の処理も、参考までにつけてますけど、積立金を計上しました。で認定損を立てました。で積立金自体も、取り崩していきますよと。で建物について減価償却超過が生まれましたけど、今日の金額は任用することができるんで、プラマイはゼロでいけますよという形のものになるんですね。で国税庁も言ってるっていう形で、これ63回に出た本試験なんですけれども、確定した決算に基づいて申告書を作成しなければいけないよ。その申告書の作成は会計上の次ですね、適正な計算書類の作成と並行して行われるんだよと。だからむやみに圧縮超過とか意味のない減価償却超過なんていうのはないんだよと。で会計上の仕分けと申告調整の問題も重視したという形のものが出せますね。でここで差をつけろと。圧縮後の母価で減価償却をするよと。要は会計上積立金経理をした後だとしても、圧縮後の税務上の母価で減価償却をするんだよと。で会計上正しいのは取得価額からの減価償却、定額を前提してますけどね。その上で、償却に応じた圧縮積立金の取り崩しをすると。でこの積立金取り崩しは減価償却超過の金額を取り崩せば減価償却超過額のプラマイの任用ができる。要はもう加算本来していくんだけど、積立金取り崩したんだったらその分は任用していいよという形にをずっとやっていく形で、要は対応年数が終われば課税の取り戻しが行われていると。要は減価償却したについては対応年数が終われば課税の取り戻しが行われているよと。でその時にもう圧縮積立金も何も残ってないよと。で実際この処理をやらなかったらどうなるのって言ったら、減価償却対応年数が終わったら減価償却超過で課税取り戻しが行われてます。でこの資産を処分した時に減価償却超過額任用ができて、で積立金も取り崩すから取り崩す加算をするという形で、要は減価償却が終わった後に、処分をした後に減価償却超過額任用と積立金の取り崩しの加算をしていく。でもどちらがより基幹損益計算として正しいものかということをやはり分かってほしい。で皆さんも学校の問題で減価償却の問題というのは、減価償却超過額する意味があるのという形なんですけど、減価償却超過額は本来ちゃんとした意味を持ってますからね。なぜこの減価償却超過が今回生まれたのって言ったら、これも会計上の取得価格と税務上の計算していく取得価格が違うからなんだよと。あと減価償却超過額任用はもっと意味がある。皆さんが今までだったら償却不足だけだったんですけど、積立金を取り崩して減価償却超過額があったら任用ができる、これが別表16にちゃんと書かれてんだよと。あともう一つ、法人税法基本通達10-1-3、この会計基準に合わせた通達も用意されているんだよという形になってますね。本試験の問題をホームページに載せてありますので、ぜひ参考に見ていただきたいのと、あとやっぱり今の話を聞いてやっぱ刺激をぜひ受けた部分について皆さん感性を上げていただきたいのプラス、やっぱそれを試験にやっぱ有利に持っていけるようにぜひしていただきたいと思います。出た時ですね、圧縮積立金が出た時に今の考え方がもしできれば、そこは大ヒットになりますからね。